木津町は、京都府相良郡にあった町。2007年3月12日、山城町、鴨町と合併し、木津川市となった。京都府最南端に位置する、京都府相良郡の旧町。木津町の名は、かつて、木津川の木材陸揚げ港として栄えていたことに、由来する。古くは、木津川の水運と、京都奈良間の陸路が交わる、交通の用地として栄え、 奈良時代は、平城系の外交として、木津へと外国の文物が運ばれた。現在でも、JR 関西本線、奈良線、片町線と近鉄京都線、また、国道24号、国道163号が通じる交通の用地である。合併以前から人口増加が著しく、2005年、実施国勢調査速報値によると、 増加率は日本国内町村の中で6位であり、2006年3月10日に4万人を超えた。関西文化学術研究都市の一部であり、研究施設が立ち並ぶ地区もあるが、古い街並みと豊かな自然の残る地区が多い。柿が特産。自然と伝統を生かし、文化を創造する調和の取れた触れ合いの街を、街の標語に掲げていた。和名称に、 水泉里として現れる。地名、泉の由来は、古事記、主神天皇期に、に、山城の和がらがにいたりしとき、その津波地康を、軍を起こして町遮り、各川を中に挟みて、大日立ちて、愛度みき。古、その地をなけて、伊比という。今は、泉というなりとある。山城明石巡行詞には、本名、泉の里、ある高瀬の里とあり。 元、泉と呼ばれていたものが、東大寺大仏殿建立の際、材木線の都されたことから、傷の故障が広まったものという。木津川対岸の上、駒との間にかかる泉大橋は、天平十三年下境という。古代には、東大寺、中世には、幸福寺の荘園が置かれ、江戸時代には、奈良街道沿いに、宿駅や加工として発展した。明治八年には、 枝、上津、仙道寺、王寺、小寺、南川の木津合六河村と木津宿二十三町が合併して木津村が成立。明治十四年には旧木津宿二十三町が分離して木津町成立。第二次世界大戦後の1951年に相良村と合併した時は人口が九千人足らずであった。 その後の1970年代の半ばまで横ばい状態であるのどかな水田の広がる田舎町であった。しかし、1980年頃から人口増加が著しく、1980年の人口が1万6000人弱であったのが、関西文化学術研究都市に指定されてからは、相柄台の住宅地造成で人口が3万人近くに、膨れ上がり、木津川台、梅火台、 中堅大の開発で人口が4万人近くに膨れ上がり増加率が日本全国の市町村の中で第6位にランクされた。ちなみに、木津町市によると1987年9月末現在の人口推計によると2010年には8万4千人になると予測された。関西文化学術研究都市が木津町に指定されてからは、 奈良県との県境に位置する丘陵に下がらニュータウン、近畿日本鉄道、近鉄不動産による山田川団地、鴨町、奈良県との県境に木津ニュータウンを建設した。ロート製薬、オムロン、積水ハウス総合住宅研究所などの民間研究施設並びに、キッズ、高科学館フォトン、ATR 等の国の研究施設が立地。国内木津駅は交通の要衝であり、 2007年春の京城駅共用開始と合わせて、駅東口の設置が進められている。高速自動車国道国道不動、角川日本地名大辞典二26京都府。ありがとうございます。